加藤浩二です。統一教会問題の対応で自民党に感心しました。断絶する、断絶だって断絶だぜ。ここまで言うとは思っていなかった。それに付き合いがあった人は自民党を離党しろって。ここまで言うのは大きい気がする。バカだね、バカだね、バカだね、私愛してほしいと思ってたなんて。バカだね、バカだね、バカのくせに愛してもらえるつもりでいたなんて。この人、平気？この人、知性がないだけ？この人、それとも自民党にすり寄る根性が悪い人なの？